はい、トレーニングの際にウォーミングアップのエクササイズっていうのを結構やると思いますけれども、まあ、あのスライドボードだとか、特殊なものを使わなくても雑巾1枚でできるエクササイズ、ウォーミングアップのためのエクササイズっていうのを、ちょっと紹介したいと思います。シングルレッグランジですね。よいしょ。床の上、まあ本当にあのフローリングだとかがあればどこのご家庭でもできると思います。で、雑巾を使って後方に向かって足をギュッと立ち上がる。その際にお腹に力を入れて姿勢はまっすぐ、だいたい5回ほどを片足でやって、交互の足なので合計10回ぐらいやってみましょう。で、今度は横側面を向いてぐーっと、同じようにお腹に力を入れてなるべく遠くに足が離れるように動いてみてください。